はい。それでは、ガイダンスを始めたいと思います。えっ、ー、と、今日のガイダンスのテーマは、えっ、ー、と、これですね、法律知識ゼロからベ理ッシュ試験に挑戦というタイトルで始めていきたいと思います。担当は歴史戦2行しベ理ッの佐藤です。えー、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、法律知識ゼロから、まあ、試験に受けるということなんですけども、ベ理ッ試験ってどういうイメージでしょうかね。えー、まあ、完全な意味で言うと、あのこれ、法律の試験であることは確かなんですね。あの、ま、ただ、実務的に言うと、理科系が大体8割、で、文系が まあ2割ってなるんですけども、文献の中でも本当の法文系となると1割いるかどうかなっていう感じなんですね。だから、ほとんどの方は知識ゼロでやってるって言うのがこの試験かなと思いますね。じゃあ、知識ゼロで本当に受かるんでしょうか？っていうところになるかなと思うんですね。で、ちょっとこれ、今日配ったレジュメを見ていただきたいと思っております。これに従って今日喋っていきますんでね、えー。いくつかあるかと思うんですけど、ちょっとまず見ていきましょうか？こんな風になっていまして。 うんとまず一番最初ですね。え弁理士試験とはまず書いてあります。でこれは弁理士法のえっとね第九条のところに規定がちゃんと書いてあってあのどういう試験をやるんですかってことについて書いてあります。まあ、簡単に言うと担当式試験と論文と口実に分かれているんだけども、まあ担当式試験は知識を問うとまあ書いてありますね。論文式試験は応用力を問うと書いてあります。で口実はまあ対話ないしは あの態度ととか、ねまあ、それを見ているんんででしょううう試験だと思うんですね、まあ、総合的になっているんだっていうことになるかと思うんですけどもで書いてあるようにそうなるとメュー試試験験というののはは本来は法律の試験なんだよねじゃあ全く法律はやったことない、まあ、いわゆる理科系の方とかあるいはまあその他ね文化系の方でも経済学部とか小学部ってなるとやったことが全くないわけでしょじゃあ法学部だったら本当にあるんですかというとこれもかなり怪しいっていうのが実際ですね。 まあ、私は法学部ですけどもねだいたい9割方の方は何だろうなほとんどね何も勉強してないっていうのは一般的ですね法学部ってあの残り9割がだいたい1割が、まあ、公務員やるか司法試験やるかまたの試験やるかでやりますんで、まあ、この方は一応一般法はやってるんですよ、まあ、一般法と何かというと民法とか憲法とか刑法とかっていう科目ですね、まあ、それはやってるわけですねただし 知的財産権法って言われてくるとどうでしょうかというと正直申し上げると,うんと法学部でもまずやっっていないといなうう科目のタグに入っちゃうんだよね。そういった意味では法学部だからメリットがあるとかそうじゃないからデメリットがあるっていうわけではないんですねそこはね。あそこであのなんか私は法学部ではないからちょっと受かんないんではないですかとは思わないでください。 あの、いわゆる法学でもゼロから始めるっていうイメージになりますので、まあ、もともと私もそうでしたからね、まあ、ゼロからこの業界に入って、今年でちょうど30年かな。受かって、今年でちょうど20年目を迎えましたってなるところなんで、ゼロから始めました。でそういった意味では、ゼロからやっても受かる試験でありますので、まあ、そこは大丈夫なんだよね。ただ、独学でできますかというと、あの、私は昔は旧司用試験って受けていましたけど、そっち以上に難しいです。 なぜかというと少子化の科目はね割と一般的なあの社会になじむようなものが多いんですね。事案からなりから。まあ結婚したとかねないしは契約をやった不履行の場合どうなりますかとかやりますんで、まあ、一般的になじむんですけど私的財産権あるいは特許とかね商標とかっていうと、まあ、聞いたことは普通ないと思うんですね。だからなかなか馴染みがないかなと思っております。ね、でちょっと見てもらいたいのは次ですね。じゃあ我々が今度勉強していく えと、知的財産権法の位置づけと。まあ、知的財産権法っていう科目があるわけではないです。法律があるわけではないです。これ学問体系なんだよね。で、これってどういう位置づけなんですかというと、特別の特別法です。超特別法と言っていいのかな。あの、言い方ちょっと悪いとするならば、医者っているじゃないですか。医者で。メインだったら外科とか内科でしょ。 まあまあ、ベ利シーっていうとどうかなちょうど特別になるんでうんどっちかというと自ー陰謀家ってイメージかなかなり特殊なんですね普通の人はあまり扱わないっていうイメージかな、まあ、そんなところをやるって話になりますでこれが入ったのはここでありまして試験の8割は特別法なわけですよ、まあ、正直言うとこういう話になっておりまして孤立って2つのものがあると対象がね一つは優待財産まあ就職権とかでやっているものになるわけですね で例えばこんなやつね、不動産とか不動産っていうところでどこでありましてよく隠れですね、有体財産、形があるものです。だからこれをどう取り扱っていって、どう商売展開して、どう儲けますかってことをやるのが弁護士さんとかあるいは会計士とかやるようなまものになってくるわけですね。でそうじゃないやつ、まあ、特許とか著作権とか一票権とか目に見えない形のものですね。これを無体財産と言ってきます。無体財産と言ってきます。 で我々弁士が扱っているのはこの無体財産と言われてくるものなんですが、こうちょっと書いたけど A、B、C とするならば、あの C というパーツは一般法では全くやっていない箇所なんですよ。まあ、司法試験やってる方もやっていないところが C というパーツになりますで。いわゆる登録になる前です。あのいわゆる登録になるとか権利を作るっていうパーツが一般法にあるわけないでしょ。動産不動産って元々あるもんだもんね。それをどうやって まあ契約をやっていってで不履行になった場合どう、まあ、契約をね、えー、守ってもらうようにやろうかなっていうのは弁護士さんの仕事って話になりますからね。でもその一方で無体財産と言われてくるものはそうではなくってもともとはね、まあ、特に産業財産権法っていう特区実一生っていう科目に関しては権利を作るっていうパーツから始まっていきます手は特区事務所はこれをやってるわけですね。でこのパーツについては全く普通勉強してないわけですよ。でこれが通常試験だと どのくらいあるかな ?8 割ぐらい出てくるんですかねこのところから。ここは全くゼロと言っても過言ではないんです。法学部であろうが、違法であろうが、理系であろうが、今はゼロですよ。特に法学部だってゼロ。やったこともないし、聞いたこともないシステムだとなっています。まあ一応少しメリットがあるとするならば、B ですね。登録になりました。権利になりました。 物件、再建、著作権、不正教諭、まあ、著作権、特許権っていう意味で権利になりました。こうなると、ある程度は少しね、法学部っていうのは生きてくるかもしれません。まあ、ちゃんと勉強してればねっていう前提になりますけどね。で、その意味では、どうかな。あの、特に真のパーツね、ここ。ここは、どこにも書いていないんですよ。本見ても。で、私、あの、小試験、まあ、やってましたと申し上げたんですけどね。まあ、ダメで。 まあ結果的には知的財産権法務に入ってこの勉強を始めたわけですね。でいろんな教科書を読みましたよ。当時はこういう教科書ね、まあ、基本書と言われてくるやつを読みと言われて全部読んだもんです。でびっくりね。何がまずびっくりですかというと今当たり前になっちゃったけど全部横書きだったんですね。で私の時は全部法学の書っていうのはこれ縦書きです一般的には。いいわゆる書うののは縦書きだったもん,なんで 裁判所に出すやつでね縦書きだったんですけどあの知的財産の世界における明細書って昔から欲書きだったんだよねだから欲書きの書だまずびっ,びっくりねあともっとびっくりしたのが理由が全く書いていないって言ったんですシステムはこうなるああなるって書いてあるんだけど人間が作った以上全部理由があって作っているわけでしょでも理由は全く書いていないんですよただそういうところが担当であったりとか論文であったりとか聞いてくるわけだよね そうあるいはここね登録になってしまったパーツこのパーツについてはあのすごく小難しいわけですよ一般的な民法とか刑法とかをさらに修正となりますんで前提がこれ分かっていないと説明できないんだよねだから最近はねあのこの部分 B のパーツについては大学の先生がねある程度本を書いて作ってくれています でも当然民法とか憲法とか刑法分かってるよねっていう前提で書いてありますんであのちなみに時々著作権っていう科目は B になりますから全てまあ最初から権利があるっていう前提になりますんでそれ見てもちっとも分からないってことね一般法が分かっていないと分からないわけですようんじゃあここで何が必要になるのかなだからそういった意味では独学は極めて私は難しいと言ってるのね一般的にじゃあ何が必要かなっていうとこれは講師の力ではないでしょうか でこれ書いたと思うんですけどね。特別をやるからこそ一番重要なものは何かというと講師の力って話になるわけですね。ここですね。ここ講師の力が司法試験以上に重要になってくるんだと。司法試験の場合はちゃんと本に書いてあるもんで言って。でまた A っていう説がわからない時には他の本を見るとその見解について批判とか全部書いてあるのね。だからだんだんと分かってくるんですけどあの知的財産の本についてはそんなものが全く今でもない状態です。 だから、いかに、ちゃんと講師が、なんていうのかな、説明して、理解していか、させないと、使えないって話になっちゃうんだよね。で、それが、この部分だって話になります。講師力っていうのは極めて重要だってなるわけね。皆さんの中には、法学部の先生に習って、大丈夫かなと。自分はそうではないからと思うかもしれないけど、ただどうなのかな。全て法律なわけですよ。そして、まあ、さっきも言ったように、あの、 極めて専門的なパーツというか、特別なパーツをやりますんで、C、B っていうパーツね。このところについて、じゃあ、覚えてくれませんかっていうだけでは、やっぱし、あの、担当ってね、100問と言いても101問出てしまうっていうのは本番の試験なのね。この時に多分解けないですよ、択一が。今、極めて難しいからね。そうなってるって話になります。で、これ表してるのが、次ですよね。ベニチ試験の難関と書いてありましたけど、最近難関的になってきました。数が、 減ってきたってことですね。まあ簡単に言うと、合格者が増えすぎたっていうのが一番の要因。まあ、司法試験ではよく言ってるでしょう。極めて上位になってしまったと。私受けた頃は5万人受けていって500人が最終中でしたよね。受かった人って。今そうではないでしょう。1万人未満で1500くらい受かってんだね。司法試験って。そうなっちゃうと、やっぱ、あの、仕事のパイの場合じゃないけど、大変だってなってきます。まあ、弁士もそうだよね。 私たちの時は、えー、と大体そう100人未満かなっていうことですよで、えー、と今と同じぐらいの数を受けていてそのくらいでありますんで約3%と言ってました、まあ、それがだんだん変わってしまって800とか増えちゃったんだね、まあ、そうなると急激に増えてしまったもんなんでちょっと業界としては減らしていきましょうねって雰囲気になっちゃったんだよねで一番客観的に冷やしやすいのはどこですかというと担当指揮試験これが去年から7%前後になっちゃったんですね 一番多い時ってこれがね、二十数パーセントっていう年もありました。それが7パーセントとなっちゃうと、やっぱし難しいなって気切れしちゃうんだね。でも、卓越というのはシステマチックに解けば、ちゃんと解ける試験です。ね。で、それをちゃんと理解してないで、丸抜って切っちゃうだけだと、ダメなんですよってなるからね。これ書いてあるところなんだよね。単に担当っていうのは丸抜を問う試験なんだけど、まず、条文に何が書いてあるか。これだけで解いてしまうのはダメなんだよね。 これだけだったら、はっきり言うならば、家で帰って、本買ってしまって、やってしまった方がはるかに早いです。そうじゃなくて、この後だよね。なぜ、そうなってるのか、なぜ、丸になるのか、なぜ、ツになるのかってことを、しっかりと理解してもらいたいんです。で、そうしないと、本当に、あの、試験って100問目はやっていたとしたって、101問目、102問目、103問目って本試験に出てくるのね。その場合については全く対話できないわけですよ。単なる暗記だけって話になるから。 ねまあ、これはできないという話になりますだから担当もそういった意味で捉えていかなかったりいけないんですね理屈が絶対必要となっていますでさらに論文ですよね論文は法文系ではないから書いたことがないって方がいらっしゃるかと思いますただしあのベリ試験の論文でそんなに難しくないんでまあんだろう司法試験みたいな論文ともまたやっぱ違うんですねまあ折衷的かなという感じがしますだからそれはある程度慣れちゃえばそんなに難しくは実はありません 一番の難関は担当式試験ですね。そこを深く深くちゃんと理解して、ちゃんとできれば論文ってそんなに実は難しくはないです。まあ、そこに上がるのがどのくらいかなってことで決まっちゃうのかなって思っています。まあ、こう図は今簡単になってしまってるんでいいんですけどね。あとは科目によって少し傾向が違ってきますって話になります。科目によってね。でどういうふうに違ってくるかというと、特区実っていう科目。これは誰が作ってんのかな まあ、いわゆる、特に論文でも担当でもそうなんだけど、試験員との対話ができないとダメでしょう。ね、試験員って誰かなってことです。作ってるのは理系の先生が多分、特実って科目から作っていますよ。間違いなく。となると、割と淡白な答案って好む傾向強いんですね。それは淡白な答案を書けばいいと思います。答え書いて、理由はちょこっと書いて、なおと書いてちょこっと書けば、それで十分なんですね。まあ、それで受かると思いますよ。でも、次の科目ね。 意匠商標って話になるとどうですかというとこれバリバリの文系の,文系の先生が担当しております、ね、今からだいたい230年くらい前に受かったそれも先生がやっておりますので当然選択科目あったっていう時代の先生たちなのね3科目あって民法をやっていたり憲法をやっていたり刑法をやっていたり選択科目あってやりておりますのでこういう答案ではねってなるんだよねだから特に意匠商標の科目に関して言うならば 文系的な答案って好まれるわけですよ。まあ、言ってみたら、気象試験みたいな答案って話になります。全く違うのね。科目体系によっても書き方、ないしは捉え方って変わっていきます。とこれも、ちゃんとね、理解しないで、一辺投入しているだけだと、本当は良くないって話になるんだな。そこはね。で、これ、なかなかね、難しいんですよ。正直言うと。この辺のことが分かるか分からないかっていうところはね。だから、本来から言うと、何パターンも答案のパターンって持っているのが一番良いです。 一番いいんだけどさっき言ったような意味で科目体系によって少しは変わってくるんだよっていうのがまず一番ポイントになりますからね。あと皆さんが少しポイントしているのが不正競争防止法著作権ないしは条約っていう科目になるんだけど不正競争防止法は問題が難化の傾向にあります難しくなっているってことねあの、まあ、著作権もそうね、まあ、かなり実務的には多いってことですまず一点的に言うと。 商標をやっても衣装をやっていてもそればっかり聞かれてくるわけではない。まあそれはメイン業務になるんだけどもじゃあ先生この場合どうなりますかと聞かれてくるのはほぼ著作権関係ですね。当然文系であるならば著作権関係知らなくて仕事ができるわけは普通ないわけですよ。で不正競争防止法も同様だね。でそうなるとどうしても著作権とか不正競争防止法については判例知ってるか聞いてきますよね。ないしは最も正しいものはどれか。 最も正しいと言ってるから、正しいものは複数個あるんだよ。その中で最も正しいものはどれかって言って考えていきます。まあそういった意味では、難しいのは不正競争、傍止であったりとか、著作権という科目になるんだよね。あとは条約。これは難しいですよね。特に最近。極めて難しい。じゃあ、どうやって勉強するのかですか,ですかねってことだけど、うん、正直言うと、条約の体系って考えたことあるかな。体系ですね。体系。 条約の体系は国内法より上にあります。まあ、これも、あの、全体構造の時に申し上げますけどね、国内法より上の体系にあると。特、実、一生、著作権なんかで比べると、上の体系にあります。従って、条約一般発変わってしまったら国内法って変わるでしょう。それはそういう構成になってるんだよね。ということは、国内法がちゃんと分かれば条約って実は分かるんです。なんで嫌いかというと、抽象的だからでしょ。条約っていう科目は。 であるいは訳、役を、役しましたとなってるんで、あの、役はちょっとよくないってこともあるわけだな。だから、よく分かりませんっていうとが結構あるんではないでしょうか。でも、国内法から見ると、実は条約ってそんなに難しくはなかったりするんだよね。まあ、それをやっていきましょうねっていうのはこの講座になるかなと思っています。体系から解いていくっていうのが一番これポイントになりますからね。試験うまくいくかどうかっていうところは、そこはまずポイントになります。だから、分かんないところって止まんないでもらいたいんですね。 くる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 回すってイメージです。これを何度も何度も回さないとダメ。ただ社会人の場合ってどう見ても時間がないんでしょ、ねで。いかに、あの、まあこういうところでやってる講座についてインあの、いわゆるインプットした内容、ないしは、あの、音声ダウンロードで、えー、ダウンロードしたものをついて、何度も何度も繰り返すってことをやらないとなかなか全部と終わらないんだね。これを何度も繰り返していくうちに、 まあ実は特許と、意匠、商標とか条約って、こういうふうに結ばれて、結ばれていてってのはわかるようになります。そうなってくると、どんな問題でも解けるようになってくるんだよね。でそうやって私は教えていきますんで、あのこれが一番早いわけですよ。正直言うと。知識ゼロから受かるという意味では、これが一番早い。だから、結構苦労したタッチですよ。あの司法試験からやってきてるんで、簡単かなって思っちゃったのね。全然簡単ではなかった。正直言うと、全く別もでした。正直申し上げると。 これは、秘宝の方から比べるよりも、もっともっと難しいかもしれないですよ。常識って当然あるだろうと。でもちろん教科書を見たら、書いてあるだろうと思って、こういう教科書を買ってみるわけですよ。でも理由はどこにも書いていない。書いてあるのは結論だけだわけですよ。問題点書いてあって、結論こうなりますって書いてあるだけなのね。まあ、特許庁の先生が書いたものなんで、あまり法的な問題が書いてあるわけじゃないんですよ。で、そうなっちゃうと、え、今までやってきた法律の勉強って一体何だったのかなと。 単なる暗記かなってなっちゃって、よくよく分かんなかったわけですよ。で、自分で考えるようになったわけね。まあ、それが3年目か4年目だったと思いますで、それから一気に分かるようになったってことになるんで、あのそれを皆さんに教えていきたいなと思っています。多分法学部だからってことで、一番のメリットはそこかもしれませんね。一番だからどちらかというと、あの何て言うのかな？試行錯誤したってことになるのかなと思いますよ。法学部だからこそね。 そうじゃない方は多分暗記で暗記でってことでもよ、かったんだと思います。逆に私の場合はそうではなかったんだよね。なんでこういう結論になるのかと。やっぱそこを聞きたくなるんだよね。ないしは見たくなる。ないしは見たく、あの、理解したくなる。でもどの先生に聞いてもわからんって言うんですよ。で、そこで暗記をしなさいって絶対言うわけですよ。でもやっぱそれって使えなくなっちゃうんだよね。受かってしまった後、わか、わくわどうせすぐ忘れちゃうって話になります。で、それは良くないと思ってるわけね。うん。 じゃあどうやって勉強するのが一番効率的ですかってことになるんだけどここに書いてあるかと思うんだよね5番1年で合格するためには、うんまあ、1年で合格することは偉いってわけじゃないですよただからできれば勉強期間って短い方が絶対に良いです、まあ、理想的に言うと2年間ぐらい私いい私はと思ってますそうなるとバランスが一番いいですよある程度の知識はちゃんとついていて理解もできていてってなります。1年5億の方はやっぱし薄いっぱいてことは結構あるわけね で、そうじゃなくて、あとは、っていうと、すごく勉強ができるか、さもなければ、なんて言うんでしょうかね、時間があってとかって、ちょっとやっぱ違うパターンになるのかなって思ってて、あんまり、皆さんにとって、あの、一般的ではない方かもしれません。一年合格って。ただ、今後はこれからだんだん減ってくると思いますよ。一発合格って。私の時はだいたい一人とか二人いたらいい方だったんで、多分そうなってくるはずなんです。じゃあ、一発ないしは、二回目で受かるためには、何をすべきかと。 さっきも言っていたように、法律って止まってはいけない。何度も何度も繰り返すって話になるよね。繰り返す。じゃあ、まず何を繰り返すんですかというと、一番最初、あれ、あのワイドコースの場合、ワイドコースの場合、ワイドコースの場合については、エッセンシャルってついてるかと思います。これは通信で取ってしまったやつですよね。まあ、通常の入門口座に当たるやつですかね。入門の一番最初に当たるやつ。これを、すでに取ってしまっております。 すでに取ってしまってますんでこれ待つまでもなくもうどん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 聞いてもらいたいわけですでこれがえー、っとこれ載ってますかねエッセンシャルってこれねすでに取ってしまってるやつをくる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 回してもらいたいわけねで自分はどこが苦手でどこはだめでどこは理解できないかってこれによって分かるでしょう大体いい20回ぐらいで終わりますんでくるくる,くるくる回してもらいたいわけです普通はこれを 4月から始めていって、17、7月、8月で終わるってなるので、それやってしまうと遅くなっちゃうよね。もう終わっております。これ収録終わっておりますんで、友がくる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 回す。そうするうちに、だん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 ,だんと自分のわかんないところって明確になりますからね。あと、もう一つね、これプラスできれば、まあ、今回ちょっと書いたものがありまして、これ携帯シリーズってやつですよね。これあるんですけど、これ何のために書いたかっていうと、あの、 最低限でもこのくらいあれば担当を受かるだろうということで書いたものです。携帯シリーズってやつですね。まあ、特許法、日用試案これが1巻目。あと、不正競争、著作権、条約で3巻目。2巻目は衣装、商標ですよね。すごく薄いです。ただ、これでだいたい担当は8割以上解けるはずなんです。65%で受かるのが今担当ですよね。8割でこれで受かるとなってますんで、まずこれを決定的にやることですね。合わせて。で、それでやることによって、あの、なんだろう。 補完的にできるって話になるんで、講義を聞いて、この携帯シリーズって言われてくるものは、ぜひお買いになってもらいたいと思います。これやると復習になりますのでね、復習の教材です。予習用ではないので、復習用です、これは。復習用で繰り返してもらいたいってことになるからね。そうすると、大体の概要はわかるかなって思っています。で、まず繰り返してもらいたいってのは一つですね。エッセンシャルにおいてね。あと、携帯シリーズってこれ書きましたんで、これに従って復習をやってもらいたいと思っています。 そうすると、だんだんと分かっていきますからね。で、繰り返すって話になります。これ2番だよね。講義の音を何度も、えー、インプットで入れてっていうか、えー、と、音声ダウンロードとか、そこで入れて、繰り返してもらいたいんです。できれば、速調だよね。1.2倍でも良いだろうし、1.5倍でも良いだろうし、早くなれば2倍でも聞けるかもしれません。で、そうやってもらいたいと思っています。だから、 通信の方でも受かんないことないからね。逆に、私の場合はあまり、あの、止めてどうかこうだってことはやりませんので、通信の方は向いてるかもしれませんね。そこはね。これから検討する方はね、通信ぜひ検討してもらってもいいかもしれません。ね。あと、えー、2番でありまして、受かるために早くから、核問に触れることです。さっき言ったこの携帯シリーズは、これ核問中心に書いてありますんで、核問でもこれ触れても結構やるってことですね。核問。あるいは、 通常だと入門講座に当たるのが、えっ、ー、と、ワイドコースの場合については、えっ、ー、と、コンプリートっていうのはまず書いてあるわけですよ、ここ。で、エッセンシャルでも入門講座に親しいものをやっておりますんで、コンプリートでは何をやりますかというと、あの、入門講座に従った、単元に従った担当をこれ一緒にやってしまいます。4月から4月の末にかけて大体やってしまうんですね。これによって、担当まず一周回します。早くから過去問やらないと間に合わないんだよね。どう見たって。 まず、じゃあ4月からやって入門講座終わって8月です。じゃあそこから担当の問題解きますねってなっちゃうとどうしても遅れちゃうんですよね。で、これはやっぱりあまりうまくやる、や、うまくないやり方だってなります。早く受かりたいんだったら過去問にまず触れるってことは絶対必要なんですね。そしてその後合わせてこれが終わった後にやるのが論文基礎力コンプリート講座あるいは え、担当記者力コンプリート講座ってなるんだけど、通常の講座だと多分担当記者力コンプリート講座で初めて担当の問題ってやることになるんですよ。担当をやるってことになるわけね。うん。ただこれが難しい。なんで難しいですかというと、まず、量が膨大です。まず見てもらいたいのが、これ特許法で使ってる実際上のテキストになるわけね。初案私書きましたけど、アドバンスってやつです。辞書みたいでしょ。膨大なんだよね。でもこれにある内容全部覚えないと、受からないんですかと。 全部覚えたら受かりますよもちろんだけど最適にはさっき言ったこの薄いやつでこれ十分なわけですよ。ここに書いてた内容で。もともとはこんなもんだったんです。中身としては。でそれを膨らませたっていうだけであってここに書いてあるものはもうほぼ完璧に書いてあるかと思いますけど担当にとってみるといらないってものは実はあったりします。ね。だから実は選択はやっぱしないといけないってことになるかと思うんだよね。であと難しいのはこのコンプリートでやるのって陸上的にやっていきます。さっきの ここね入門コン。入門コンプリートでやっていくのは、あの、単元別にやっていくからねで。一番出やすいところね。論文でも担当でも出やすいところを中心にずっとやっていきますので、ああ、そこでこういうことになるのかなってことはだんだんわかりますよ。しかし、で、通常の講座で受けて、担当コン、基礎力コン、基礎力完成講座、これに等しいものについてやりますよって話になると、9月か10月くらいから始まっていくわけですね。ただ、この場合どうやってやっていくのかっていうと、地球上的にやっていくんだよね。一条から。 これは難しいなぜ難しいかというとあの我が国の法律っていうのはパンデクテンっていう体系でできてるんです、まあ、これはちょっと理科系の方は難しいのかなパンデクテンパンデクテン体系っていうのはできてるのねパンデクテンパンデクテン言ってみたら法律の専門家が分かればよいっていう体系でできてるんです。観点でこういうことだよね。5x プラス 6x はっていう決算、まあ、ありますよね。 で、共通事項については前くくりに出して、5足す6ってありますね。ここを何というかというと、総則と言います。で、これは全てに共通するマターになります。で、特許の1条から28条は、実は総則になります。で、5とか6とかって書いてあるのは、審査、審判、再審、訴訟とかってやつね。それ、別々の単元になるわけですよ。まあ、言ってみたら、一般的、特別的って話になるんだけど、まずここから始めちゃうと、全てに絡むわけでしょう。 地球的にやっちゃうと、1条、2条、3条、4条。で、これって本当から言うと、審査、審判、再審、訴訟っていう単元全部終わって、初めて見ると分かるわけですよ。ここは。だから、入門コンプリートっていうところでは、ここからやってしまってるわけね。審査、審判、再審っていうところから。ここからまずやることによって、最後に相続に戻るってことを勉強しないと、本当はよく分からないわけですよ。だから、よく言う合本ってありますよね。 あれ読んで簡単にわかりますかっていうとわからない。だって十分単位になっているからですよ。それが難しいのね。で、そういうことをちゃんとやっぱ言ってくれないとよくわからないわけですよ。で、すごくこれ苦労したっていう口がありますね。私の場合もね。なかなかわからなかったっていうところがあります。で、見てもらいたいのはこうでしてありまして、次ですね。そういう体系を取ってるんだとなっております。だから1年で、まず入門エッセンシャルっていうところで1回し。 で、コンプリートで一回し、二回し目ですね。で、えっ、ー、と、論文コンプリートで三回し。そして、えっ、ー、と、担当コンプリートっていうところで四回し。で、あとは、えっ、ー、と、復習部屋、ないしは、ないしはその後にやっていくようなもので、五回しってことでやるんで、五回転回します。全部で。で、くる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 五回転回して、年内中にインプットで終わらせてしまうんですね。であとは、今年はもしかすると、うん、論文に関するゼミってやるかもしれません。 で、それができるようになると、多分相当強いかなと思ってますけどね。はい。で、見てもらいたいのはここですよね。やっぱ早くから受かる方の大体の特徴というのは、1年目からも過去問にも取り付いて取りかかっています。早くからです。それも。早くからやると。じゃあこれはいつからが、いつが早いんですかというと、やっぱ4月からでしょうね。4月から、その単元で解ける問題についてはやるんです。じゃないと、どうしても遅れちゃいますね。どうしても。 一番これ分かりやすいのは担当です。担当の問題。で、それが終わったら、終わったら論文の問題ってまずやってみるんです。じゃないと、どのくらいやったら受かるかって分からないでしょう。幅が。ね。それをやってしまいましょうっていうのが、この講座の一番のポイントになります。そうやって体系になっていないのかな。他の講座はね。まあ、これは一番そうなっているのかなと思っています。体系的にはね。うん。で、あとですね、うんと、カッ2の1番というところは、1年後の人、早くから学語に取り組むんだと。 あるいは今日あげたこの携帯シリーズってありますよね？で、これを復習教材として使ってもらっても結構です。よくよく使ってもらいたいと思っているのね。ここに書いてあることが大体の担当とか論文出てくるエッセンスになります。で、これがわかんなくていけるってことはないんでね。で、次あと2つ目でありまして、私は入門講座を含めてあのレックで使っているような共通のテキストって使っていません。 何を使っているかというと、自分で作っているレジュメを使っています。すごく熱いんだよね。なんで熱いんですかというと、それはまず予習してきてもらいたいんです。一年で早く受かれたいんだったら予習は絶対必要です。予習をするんです。エッセンシャルは復習用です。で、あの、その後やっていくような講座ってありますね。あそこで配布しているレジュメは、これは予習用になります。予習やってきてもらいたい。で、予習やってきてもらって、わかんない場合についてはこっちの携帯シリーズの方で復習をやるってことになるからね。 予習と復習の相関関係になります。で、これができる方が、まあ、2番かな。だから、佐藤レジメなぜ熱いかというと、予習用になっているからだって話になります。で、予習だけだったら大変だろうってことなんで、簡単に書いたのが携帯ってなってますんで、これをうまく使ってもらいたいと思っています。これ復習用になりますんでね。はい。まあ、それ書いてありますよね。で、あとこれで講義は終わりました。じゃあ、家での勉強でどうしますかってことなんだけど、これ私がやった実践例ですよね。 時間がないって皆さんよく言うんだけど、どんな感じなのかな私は、前職の場合は、まあ、ね、そこに載ってる通りでありまして、相当忙しい会社なんだよね。あのー、いろんな人に言うと、よくそんなにやってたよねって言われます。年数含めてね。忙しかったですよ、すごく。大体、1時とか2時に帰るのが一般的です。会社を出るのがですよ、朝の。朝のというか、まあ夜のというか、翌日のね。 それで、あのー、よく5年で受かったよな、当時はねって言われましたけど、これうまく使ったんだよね。一つは、あの、勉強。家帰って勉強なんかできる時間がなかったですよ。じゃあどうやって、どうやっていたんですかというと、さっき言ったような IC に含めてずーっと繰り返してたのね。くるくる、くるくる回してました。で、これが、まずは、読み的なまあ勉強っていうのかな、やりましたね。そして、家でやる勉強ってまた別のものをやるのね。別のもの。 で、そこで繰り返して聞いていて、あ、これは何から分からないっていうところについてだけチェックをしておいて、家で帰ってまた見直しましたね。で、これを繰り返したわけです。で、そうしていうちによく分かるようになったんだってなりますからね。特に社会人の方が多い資格になりますんで、これをうまく使い切れないとなかなか分かんないぞってなるかと思います。はい。あとは7番目。インプットは1年かけることはできない。1年かけることはできないと。 1>, 1年かけてインプットをもしやってしまうとどうなります ?4 月からスタートって話になると3月になっちゃいますよね。アウトプットはどうするんですかね本来から言ったら1月からアウトっても絶対やるべきなんです。休止券からもそうなのね。じゃないとその年に受かることはない。ないしは翌年に受かることはないって絶対になってしまいます。でこれは一番できるのはこの講座しかないってなってるわけね。あの全ての講座が終わるのが12月の末になりますんでまあ一番まあ合理的かなと思ってます。 だからこういう講座を取ってるんだって話になるからね。あと最後です。最後ね。で、今後のベニチルの像を描かないと、モチベーション上がらないってことですね。うん。皆さんどう思ってるのかな受かった後の像を浮かんでますかね私は明確に浮かんでましたよ。こういうこともやりたいと思ってました。講師ってこともやりたいと思っていたし、他のこともやりたいと思ってました。まあ、ある程度それ実現してできたのかなって思うんだけど、単に受かっただけでよろしいと思ってると、ちょっとこれからは厳しいよね。正直言っちゃうとね。 この後は何をやりたいかっても五5年単位で見直しをやるべきです。絶対に。5年単位です。だって2010年問題って聞いたら分かんないではないですか。どうなるかって。ね。試験もそうでしょ。大学の試験も変わるって言うんでしょ。今まで通りではダメだって言うんでしょ。で、受験、こっちの試験、近くも変わるかもしれないですよ。そうなってしまうと何をやっていいのかってことは分からないってことになるよね。仕事も同様です。AI が導入されてきたと。 で、その場合についてどうなるんですかねやっぱし AI が入ってくることによって我々10人でやっていたことが1人とか2人でできちゃうってことは絶対あると思うんだよね。でもこの仕事はなくならないです。絶対に。もしなくなってしまったら一番困るのは国だからですよ。なくならない。なくならないんだけど、ただ10人やっていたことが1人でもできてしまいます。皆さんどっちに回るのかな ?10 人の方に回ってしまうんだったら、トータンになっちゃいますよ。1人の方に回るんであるならば違うでしょう。 で、そういった意味では、必ず見直しって5年単位でこれ考えてもらいたい。ないしは受かる前に、メーカーが像を作ってもらいたいんです。受かることが目的ではもちろんないので、受かることは手段であります。で、その上で、どうしたいんだ、こうしたいんだってことね、やっぱやってもらいたい。できれば、そうですね、自分しかできないベ利子ってまずなってもらいたいと思うのね。あのー、自分で、ね、手前味噌になると嫌なんだけど、私の場合は、あのー、 まあ講師で専業っていうのは多分これ私が対象だったと思うんですよ。ベリンチにおいてはね。おそらくね。今からもう20年ぐらい前なんで、多分そんな下に先生はいなくってってことです。専業でほぼやっていたのは私だけでってってことでありましたね。まあ何ちゅうのかな。自分だけしかできないことってやっぱあるんだよね。でこれをぜひ追求してもらいたいなと思います。そうすればどんな時代になろうが、どうなろうが多分食べていきますよ。間違いなく。まあとりあえず受かればよいんだっていうんだったら、なかなかそうはならないかもしれない。 今そんな時代ではもうないからね。だから自分しかできないこと必ずあるはずです。まあ、それを見つけてもらいたい。まあ、前回かな、あの今年やられて去年か、向かった方から,から,メ,ールをもらメールじゃなくて手紙をもらったんですけど、書いてありました、そこの方にはね。で、あれは確かにその通り。り、私言ったことを覚えていたらしくてね、まあ、あれは感動しましたって多分な、ネットに流れてるかもしれないけど、その通りね、自分一人しかできないことって絶対あるわけですよ。 それ方しかしかできないことってあって、それを私は探していきますって書いてありました。確かにこれからそうだろうね。で、それができないと多分残れない。で、絶対そういう人になってもらいたいわけですよ。ね。今回これ聞いてること、ないしは今日来てることも一期一会でしょ。これを聞いたことによってメリットになる方もいるだろうし、うざいなって思っている方もいらっしゃるかもしれません。だけど、一期一会でありますんでね。できれば、まあこれを契機として、あの、いいイメージで、 目に知ってなってもらいたいなと思っています。そうすることによって、その方にしかできないことをぜひやってもらいたい。それによって国の産業の発達に寄与してもらいたいと思っていますね。強く。それを感じます。あと最後になりますが、えっ、ー、と、通常はチューターっているんですね。まあ、チューターは普通は、まあ、自分の教え子がやるのは一般的でありますが、今回私がやっております。まあ、去年もやってましたけど、やっております。だから、終わった後捕まえてください。 ないしは聞いてみてください。分からないっていうところについてはね。で答えますんで、ただ、試験出ませんっていうところは絶対出ないんで、間違いなく。やっぱ30年ぐらいやっておりますんで、出るか出ないか箇所かっていうのは分かりますんで、これは絶対出ないっていうのは出ないねっていうところについて、いくらやったってこれ無駄でやりますんで、出ませんっていうところはちゃんと言います。出ませんと。でも出るところについては、ちゃんと深く考えていって、説明しているつもりでやりますんで、しっかりと中途を使ってうまくやってみてください。あとは3番。 その試験は2年あれば絶対受かります。2年あれば絶対受かります。まあ通常あれば絶対受かります。だから諦めないことですね。諦めてしまったらダメ。ただ2年受かっても受かんない人がいるんですよって言ったら多分その方は勉強は少し足りない。ないしは濃さが足りないんです。濃度が足りないんです。時間をやってるかもしれない。勉強って濃さです。濃度です。時間ではない。時間で管理してはダメでありまして、濃度で管理するんだよね。濃度。これは大学受験でもそうでしょ。 濃度で管理をする。濃度、濃さで管理をする。ね。これ、自分のンチ試験の時もそうだったよね。濃度で管理をする。時間ではなかったと思います。時間だったら多分、ほとんど勉強なんかできる状態ではなかったからね。でも、じゃあ、良かったのはなぜかというと、濃度。やっぱ、あの、ドラゴン桜で昔言っていたけどね、阿部寛が言っていたけど、受験は、あの、時間ではないと。濃度であると言っていたけど、まさにその通りね、濃さなんですよ。いかに国旗やるか。 ね、簡単にやるかじゃなくて濃くやるか。それをやるかによって決まりますので、ね。合格できるかどうかって。あと、出る問題と出ない問題ってあります。これは捨てても良い問題。捨てなくても良い問題ってあるんで、それは知事選択してやれば絶対試験って受かるんです。それは大学入試であろうが、何であろうが共通です。ある程度国家試験って満点取れなくても受かるでしょ。担当は65%。論文だったら多分今は40数点で受かってるのではないの。 素点だったらねそんなもんですよ小試験でも43とか聞いてますんでそんなもんですよそんなもんだからあのちゃんとやれば受かる試験でありますんで是非2年間だけ時間くださいそうすれば絶対受かるかなと思っておりますんで、まあ、しっかりと勉強してもらいたいかなって思っていますこれである程度は一生ではないけどある程度見通しが立ちますよ見通しが立った後で何をするのかってことは自分でお考えくださいもし分かんなかったら聞いてください まあ、この業界の先輩として、今だったらこういうことをやった方が良いよとか、こういう道もあるよってことは、あの、私は示そうかなって思っています。まあ、聞いてみてください。いろんなことをね、あの、ベンチ会含めてやっておりますんで、あの、今だったらこんなことが良いとか、今やるべきではないとかってことについては、あの、まあ、申せる立場かなと思っておりますんで、ぜひ聞いてみてください。単なる受験予備校の先生だと思うんじゃなくて、一ベンチの先輩だと思って聞いてみていただければと思っております。で、これが最後でありますんで、終わりたいと思います。お疲れ様でした。